どんどんサタデー、歌って笑ってどんどこどん。午後1時ラジオ大阪 OBC 1314kHz が北は国後島ロスから南は沖縄石垣島、日本列島全国津々浦々、いかなる山間駅地文化集るところ関村離島までも電波を送り届けるという、今や社会的国民行為的番組と化しました。歌って笑ってどんどこどん。さあ今日も皆さんからいただきました珠玉のごときおはがきの数々、そのはがきの山の中から果たして栄えあるどんどこ大賞に輝くのは誰か。そして佐伯まさる、問題の人、話題の人、はい、佐伯まさる作構成演出よりますどんどこクイズ、はい、先週の正解は何か、今週の問題はいかなるものか。大いなる期待と興奮と不安を秘めながら3時までを2時間、悠久何億年という地球の歴史の長さになんか比べても、次の番組に比べただけでもあっという間に終わる短時間ではありますが、あなたのお相手を務めてあげます面々は、私が桂ジャグジャグです。私が神岡龍太郎。私が水谷ゆみです。いやー久しぶり、2週間ぶりでございます。いやー本当にこの役とね、飽きませんな。4月初めてちゃうの。そうなんですよ、4月、今日は13日、4月6日がいわゆるその日本シリーズやないわ、あのなんや、プロ野球開幕や、あれ雨降ってて俺ここまで来たんや、雨中止かやるか言うて、前売りあんだけ売れてるもんやから、で開幕戦やから、はい、ちょっとの雨やったらやるやろ、やるやろと、うん、でもだいぶ降ってたな、だいぶ降っとったけど、やったね、やったかな、やったおかげで近鉄は負けましたもんね、負けましたね、やれましたよ。俺3月のね30日でしたかな、はい、30日の土曜日、うん、なんちゃって、なんやかんや土曜日、いやなんや言うてない、なんちゃら男になんや女、あ、なんちゃら男にかんちゃら女、そうか、そう、それはその上岡さんが来やったわ、せやせやせ、僕がやったんや、そうね、ほんと3週ぶり一丁、そうそうや、何よう覚えてたね、何を、頭のあのどうたらこうたらとか、え、あんなんね、勘くるんじゃないの、20年言うてるから20年やってやんねんから、これでもちょっと今日から変わったところが一部ありますね、一部ね、クイズが、クイズがね、出題が、このどんどこどんが生み出した、そうそう、世界に羽ばたく、はい、構成作家、名前はアメコシタイゾー、アメコシタイゾー、もう字も変わりましたね、字も変わりましたね、もう、いや本当にリスナーのうちの事務所で買い取った、あ、そうですか、事務所の神ですか、これは、そう、何やねんそれ、あ、そうですか、いやでもまあリスナーから作家に生まれて、はい、うまいこと言った試しないのがよう見てますからね、もう青木一郎とかね、一人ぐらいいないのこの世に出てって、ない、あれがもっとここでこれやってたんやって人いない、全然ない。ああ、ないですね。たまたまね、聞いてただけでね、はがきは出してない。聞いてたっていう人の中からは、意外な人が出てるらしいです。神戸武蔵。神戸武蔵ね、はいはい。そうそう。本当に将来ね、金に消化っちゅう物書きは、簡単にはがきなんか書いてこん。逆にね、うん、そう、うん。そうやろな。もうちゃんと金になるとこで書いてた。そういうとこ出さんと。なるほど。ためと。うん、それ先見の明じゃん、それもね、アメちゃんもダメということですよ ね、 そうだね、まあまあまあ、これで倒れていくかね、でも、あのままリスナーでいてれるよ、この方がそりゃいいわ、ギャラもやるのか、このままやったらもうガッポガッポ入ってね、ガッポガッポ入らねえと、チャリンチャリン、それにしたって、あのままアメコシなんかな、出てたらどうなっとった、借金取りに追いかけ回されるやん、電気は止められ、ガスは止められな、もうほんまやで、さらきが取り立てくるしな、どん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 、しゃあないからな、こたつのところに入ってると、電気が明かりで、電気が止められたんちゃうかよ、お前。いや、それ後日止められたんや。もう一個、俺とね、桜君が、あ、犬かな、犬かな、言うたら、その男がね、パン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 、あ、犬や、ね、猫か、にゃー、蛇かな、蛇ーいろいろそうなんですけどね。あの頃からね、比べたらね、考えたら。子供さんがね、幼稚園に。入園しました。入園できたそうですよ。笑いできたぞ、失礼なこと言いなさい。誰でもできた。保健所にもちゃんと届けて。おい、何言ってんの、昔のことな言われても構わない。見て踊って、他のガキがやかましいや、あれ。うるさい、放たれたアホやろ。じっとせえとですね。しつけ悪いな。悪いな。親が生だ何にも言わんわ。そうそう、そういう親は。あれは。で、心の中で、ああ、やっぱ子供は元気な方がええと思ってんやろ。そう、ええと思ってんやろ。ほんまに空気読み、空気読み。状況判断。もう幼稚園の時から空気見ない子がいるわ。おるですよ。ダメですよ。そんな一生親が大体空気見てへんもん。そうやね。だからね、子供でね、そんなに走り回ったら放たらしてんのね。親見たら大体親も放たらして、そんなに走り回ってる。そうそうそう、青花、ばー垂らしてる。
健康管理がまだなってなかったよね、やっぱりな。40代で青葉なの。俺撮影、記念撮影したんよ。撮影して、ほんであまりにも、もう泣く子はおるし、暴れ回る子おるし、ほんな先生も後日ほんなま撮らせていただきましょう。ほんなそうなっちゃったの？ほんと撮れんようになった。いや、うちは撮れましたけどね。後日撮んねえ。いや、もうそのまま撮ったったらいいんや、走りまっとる。それができまへんわ。まあ、いろいろとはね、ありましてですね。はい。まあ、そんなこんなで、今日は、この辺で。こんにちは、嵐山のレッドバトラー14番森田です。狩野美幸がカンテレのディレクターと結婚ですか。